ネバーランドプレゼンツ、ネバーオンエア。皆さんこんにちは、ネバーランドです。さあ始まりました、第12回目のネバランオンエアです。12回、早いね。もうそんなやった、うん。最近はですね、イベントの方に参加させていただいたり、いろいろなね、うん、活動をしてきたんですけど、マザ君どうですか？どうですか？いや、まあそうなんですよ。イベントね、本当僕たちもフェアリーの皆さんに会えたし、あと他のアーティストさんのパフォーマンスとかも見ることができて、すごい楽しかったですね。うん、ね。めっちゃ楽しかった。めっちゃ久々だったんで、うん、ライブ自体が、うん、しかもお客さんありっていうのがすっごい、もう最初のライブぶりだもん ね、 ね、めっちゃ緊張した。そうだから嬉しかったですね、2回目だ。に会えて、そうじゃん。そうなんです ね、 ね、2回目なんだ。そう、実は、うん、え、いろんなアーティストさんがいるからさ、やっぱりいろんなファンの方がいっぱいいるじゃん、うん、その中で俺たちが立つってことになるからさ、すごい最初は緊張とか不安とかあったけど、でもみんなね、お客さんすごい優しかったからさ、うんうん、めっちゃ暖かかった会場が、ね、暖かかったね。いや、なんかシングルも発売がいよいよ近づいてきましたけど、ヒデ君緊張してますか？緊張はしてないかな。もう撮り終わったりねしてるから、うん、まあ、その時は撮ってる時はもちろん緊張した。いや、俺が一番緊張してるわ、うん、今の俺が今12回目やね。セカンドシングルね、表題曲とかのその収録されてる曲も発表されて、まあドラッグも入ったり、うん、もう盛りだくさんだし、まあ、今回はファーストシングルとはやっぱ明らかに違うところがあるじゃないですか。うん、まあ、だからね、もう、うん、まあ主にあきらくんと俺かなってそうですね、けど、そうだね、でもそれの思いをねみんなも、うんうん、感じながら、うん、セカンドシングルの準備をしてくれてると思うので、そちらを楽しみにしていただきたいですね。そうですね。では今回も始めていきましょう。せーの、ネバランオンエア。ネバーランドプレゼンツ、ネバランオンエア。今回も皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。はい。では、はい。はい。では、1通目のメールです。ラジオネーム、もっとお便り参加です。お便りじゃないらしいです。ありがとうございます。ラジオネーム、もっとセンキューみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。読ませていただきます。ネバーランドは、トレカやエルバン写真など、今後も増えていくと思うのですが、そこで、公式コレクトバインダー、まあ、ファイルのようなものですね、があったら便利だなと考えました。一からオリジナルで作ることも考えて業者さんを調べてみたのですが、このようなバインダーを取り扱っているところはありませんでした。泣き泣き。オリジナル性を出すためにネバーランドと書かれたステッカーを貼り付けたり、メンバーが描いたイラストのステッカーを一緒に販売すればもっととても可愛くなると思いますとのことです。確かに、なるほどね。すごいすごい思ってくれてますね、僕たちのその、うん、何今後出ることも考えて。そう、お便りの中にすごい詳しくいろんな売ってる場所とか教えてくれてて、うん、すごいね。 URL とか書いてくれてるね。そうです。マジか、うん、まだお若いのに。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、だから一から確かにオリジナルで作ったら可愛いかもね。うん、でも多分そう、今このノットお便りさんはそう調べたけどないって言ってたから、うんうん、ステッカー貼り付けたり、うんうん、確かにそれ楽しそうだね。ね、タケが直接絵描いちゃうとか。ああ ね、 ね、任してくださいよ。今勝手に振ったけど、それぞれデザイン作っちゃいましょう。あ、なんかこうね、6個分ぐらいグッズを出す。個性あるから、みんななんかさ、トレカとかさ、そうキーホルダーみたいなさやつに入れてさ、リュックとかにつけたら可愛くない？うん、持ってきた。うん、結構やってる人がいるんじゃないかなって思ってる。そう、こういう情報、いい情報をいただいたんで検討してみましょう。はい、お願いします。スタッフさんも前向きに検討で。お、グッド出ましたよ。グッド出ました。グッドいただきました。ありがとうございます。
ないい、なんか 俺すごい思ってたのがさ、ごめんね、なんか最後に出てきたけど、うん、なんかあのまずネバランオンエアを通してまずスタッフさんより先に俺たちに共有していくのってなんかちょっと頭いいなって思った。なるほど、そうそうそう、直接運営さんにこれのどうですかって言うんじゃなくて、そのメンバーを通して言うことによってメンバーからもスタッフさんにお願いできるからそうだね、なんかすごい、いやいいなって思ったからすっごい感心しちゃっててずっといい、ね、そういうことそうだからフェアリーの皆さんもぜひそのアイデアがあったらまずネバランオンエア宛てによろしくお願いします、うん、お願いしますっていうことです。ノッテお手伝い天才やった確かに。じゃあそう続けてもう一つ僕が読ませていただきます。お願いします。ラジオネームゆっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。ネバーランドの皆さん、こんばんは。こんばんは。私はラジオを聞いているうちに思ったことがあります。はい。それは挨拶です。ラジオネーム読んで、うん、その後にこんばんはなどの挨拶をしますが、そのところを共通にして、ネバラジにしかない挨拶を作って今後のラジオにつなげていきたいなって思いました。うーん、ネバラジだからあれだね、そのネバランレディオかっこ仮時代にいただいたお便りですね、これは。あ、なるほどね。そうなんですよ。まあ、例えばネバニチワ、いやネバハロなどなど、フェアリーとネバーランドとの秘密の合言葉のような、感じでいいなって思いました。先ほどの例を役に立てるか分かりませんが、参考にして挨拶を考えてほしいです。そして熱中症には気をつけてくださいというあのまあ 今でも熱中症もしかしたらあるかもしれないけど、ね、全然ありますよ。ちゃんと取らないといけない。ダンス練習の時に、そうそうそう、いやあるあるある、ダンス練習になるときもちろんだよ。はい、本当に、うん、ありがとうございましたということです。ありがとうございます。うわー、みんな天才です、今日の皆さん、うん、じゃあネバネバーでいきましょう。ネバネバーは擬音なんだよな、すごくだからあれだよ、あのもう一ついきましょう。例えばネバランド、ラジオネーム誰々さんからいただきました。ネバネバなっじゃあありがとうございますいけるんネバランド皆さんこんにちはとか、そういう文章の後にネバニチワーみたいな、そっか、あ、そういうこと、俺らが言うやつ、そう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 、もしそのお便りの本文にネバランド皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございますみたいなのがあったら、うん、ネバようございますとかどうする、俺たち仕事現場でさ PV とか撮るときにさ入ってきてさ行っちゃった、こんにちはって言うじゃん、もうこれに慣れちゃったら行っちゃうの、あ、ネバニチワーって言ってやばいね、それいら相手もネバスーとか言って慣れてた秘密の合言葉じゃなくなってる確かにフェアリーのネバーランドこのらしいからそこはさすがにね、そうね、なんかメイキング映像とかネバニチワーとか言ってまあいいかもしれないですねここで決めたら、そのお便りにももうそのファンの方がそのネバニチュアだったらネバニチュアっても書いて送ってくれました、うん、広まればね、うん、なんならその、うん、その書かれてる本文をそのまま俺らが復唱してもいいかもしれない、うんうん、そうだね、だから毎回違う、毎回そのね、そう、え、それよくない、フェアリーが考えてきて、だからできればそのネバーランドの皆さん何々ってから本文に入ってほしいなって、そしたら俺らもこうやって愛好者みたいな感じで、うん、まだネバニチワって結構すごい好きなんだけど、来るんじゃないかな、ネバニチワ、ネバニチワって書いてあったら僕たちネバニチワって返します。じゃあ最後ちょっと一回練習して終わるか、じゃあネバニチワで、はい、ネバランドの皆さんネバニチワ、ネバニチワ、あ、いいんじゃないこれいいじゃない、いいじゃないですかこれで、ハモも取っとく、じゃあじゃあハモとダブルいきますかいきますか、ダブル取りましたレコーディングになっちゃってるとりあえず上から、とりあえず上からね、うん、あのこのような感じで、毎回紹介していきますので、皆さんたくさん癖のある、ネバニチュアを送ってくださいそれではここで1曲いきましょう。12月1日発売のネバーランドセカンドシングルに収録されるドラッグ、危ないでしゅがドラッグ Let me know, let me know、誰かが噂するほどに誰もがみんなちゃわれてしまう君に、声や仕草じゃ物足りないなんて触れてしまえば、世界から追放されちまう、危ないクラックはされてしまう、子供みたいな無邪気な様子は罠にはまれば、きっと近い未来僕は全て失うだろう、何もかも君だけに
囚われて隠せない何も We gonna get together 混じらう鼓動速くなるモーション今にも壊れそうで Show me the way you get down 溶け出すの理想なすがまま Let it be love forever ネバランオンエア第1、第3日曜日に配信中。週末もネバーランドと一緒に。では次のコーナーに参りましょう。セカンドシングルに向けて新コーナーです。題してネバランオンステージ君だけのリズムで。おーリズムで君だけのリズムでリズムね、うん、ということでコーナー説明です。6人のキャラとフェアリーの皆さんの面白さでついついコメディ寄りになりがちなネバランそんな僕たちもみんなをキュンキュンさせたいということでネバランに声をかけてほしいシチュエーションを教えてください。例えば試験勉強が大変な時励ましてほしいとか仕事がうまくいった時褒めてほしいとかそういうことですね。はい、めちゃめちゃいい企画、うん、任せてください。解決しますよ、 はい、新コーナーということで初回はメンバーから募集しました。はい、では1通目は僕が、言いたいと思います。お願いします。はい、いきますね。はい、水道が止まっちゃって手が洗えなくて困ってます。そんな時にみんなに安心させてほしいです。いやこれキュンキュンしたいな。うわ難易度高い。ちょっと高すぎだろ。ちょっと待って、マイナーすぎ。もう一回言って。いや水道が止まっちゃって手が洗えなくて困ってます。そんな時にみんなに安心させてほしい。大喜利かこれは。いや実体験ですからこれきっと。まあ、そうあそうですよ、違います。あうーんなんとも言えないです、ね、あ実体験ですから苦労されてるんだね。きっと彼実体験これ解決してほしいですぜひ。で今迎えにそのタケとアキラくんとコウキがいるんでぜひその3人に一言ずつね、うん、はい、もらうような形でいきましょうか。お願いします。はい、じゃあ、行ける人から、タケから行きますか。オッケー。はい、結構ノリノリだね。なんかもう今だって行かないといけないみたいな覚悟決めた。最初の方が絶対いい。じゃあ、3、2、1でやる。うん、うん、この大喜利ね。じゃあ大喜利になっちゃってる。大喜利、えぇ、ー、いや、キュンキュンさせて。じゃあ、あの、安心させてくれる一言お願いします。3、2、1。ちょっと待って、ちょっと待って。まあね、恥ずかしいよな。確かにね、確かにね。これ大丈夫ですか。安心させればいいから今回。そう安心だから。安心させてくれればいい。よし、大丈夫ですか、ここの準備は。はいはい、じゃあお願いします。3、2、1。いや今街中にね、アルコール消毒いっぱいあるからそこで菌をたくさん落とせるから安心してね。いやー何これ、安心するわ。安心はする、安心はする、安心はする、すごい安心する。じゃあいいやとはならんけど。さあでもいい、なるほどね。まあまあ例だね。いやいや、ね、そっちそう来るかって思った。セーフセーフ。これはじゃあ、うん、アキラ君もいける。俺行ってみよっか。行ってみよっか。行ってみよう。行っちゃってみっか。行ってみよっからノリだから。じゃあ安心させてくれる一言まで3、2、1。何止まっちゃったの。大丈夫大丈夫、俺んちの水道も止まってるから。あ、そうだ、あの麦茶あったわ。あ、二人で麦茶で手洗おうよ。なんか今そう、俺んち洗いに来いよかと思ったら、そうそう、俺んちも止まってんだ。止まってんだ。そこで終わりゃいいものさ。何が麦茶で洗おうな。なんでいらなかったよ。ちょっと狙いすぎたな。それは最後いらんかった。いやでも面白かった。いやびっくりした。でもだからそう、あえてだから、
家来いよって結局なってるから。まあ確かに、そういうことだね。何それすごい、結局コメディ寄りになってんじゃん。なりがちなネバラジオ。いやもうまさるみの質問がもうそうだ。それをキュンにはできない。いやもうキュンにしようじゃん。いやいやだってできるよ全然。いやちょっとじゃあ頑張ってみますわ、はい、最後もうこうきくんの手にかかればね、うん、全然安心させれるからこうきなら、うん、そう、あの安心させてくれればいい。いや面白くしようとしてるでしょ。顔がニヤニヤしてる。違う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 。そんなちょっと恥ずかしいから顔見なくて。オッケーオッケーオッケー。いける？はい、いきます。じゃあこうきくんの安心させてくれる一言まで3、2、1。水のトラブルか。その原因は俺なのかもしれないね。俺はトラブルメーカー西氏だ。ひょーん。どういうどういうこと。全然キュンキュンしねえよ。安心のあの字もないしキュンキュンもしねえ。どういうことだよ。なんて言った。名前なんすか。名前は西氏だ。ひょーん。ゾゾゾってしたわ。ルフィキュンキュン。安心してよ。どういうこと。やば。よくそれで安心できると思った。俺ね最初ねちょっと俺かもねえで終わろうとしたんだけど。いやそう思って思わずシーンだったから西氏だ。みんな笑いこらえてヒョーン出した。完全に力抜けて安心をした。そういうことじゃなかったんだけどな。答え言っとくじゃん。答えじゃん。答えね。あ、俺が行く、うん、やつ当たり前じゃん。あーね、ねだってあるなんか言ってたもんね。ずっと答えあるんでしょ。指摘されてる。できるよみたいな。ちょっと待って、ちょっと考えるちょっと考えるわ。じゃあもう本回答、まさなみいいですか。まさなみのキュンゼリフまで3332211。大丈夫、すぐにまた流れるよ。一番安心するんだよ。簡単だった、うん、なんともなかったわ。そうそうそう、原点にして頂点みたいな。まあそこまですごいみんなふざけてね。そう、じゃあみんな違う、なんか俺が滑ったみたいになってるけど別に。これ正解は正解いいんだよ、自信持って自分に。あ、そうそうそう、あまりにも正解すぎたからそうそうそう、ちょっとね、逆にそっちが恥ずかしい。きっと西氏が恥ずかしがってる。西氏が大ダメージ受けてる今。妥協だから。だってもうさ、面白くしなきゃいけないと思ってんじゃん。いやもうね、そう、回収できないまま野放しになって終わってさ。いや俺西氏代表好きだな。西氏代表やばいね。面白いな。面白い。初めて出てきたよ。またいじられるぞそれ。ということで、今回この、まあ、僕からの安心できる一言をみんなにお願いしたんですけど、うん、この3人の中から一応まあね、1位を決めていきたいなって思います。その基準がねどこに置かれるかで、まあ俺もワンチャン1位じゃないかなと思ってんだけどな。まさなみが選ぶね。そうだね、安心できる一言だからね。一番まともってことだよね。おお、ね、じゃあもうないじゃ んじゃあもうあなたないよ。俺ないわ。確かにちょっと面白さもいるよね。でもユーモア ならないじゃん。一番違うじゃんなら。ああじゃあみんな同点みたいな。いやじゃあ決めていきますね。お願いします。はい、これはもう僕の独断と偏見でいいですか。はい、じゃあ僕の選ぶ安心できる一言を言った人はダラララララララダン、タケニャンです。アルコールね。おめでとう。はい、理由としては僕も多分そう言うからです。あ、意思疎通というか。まあ似たようなこと言ってたしね。まあ、青木キッキニーンとか言わないからね、多分。あ、青木キッキだよ、みたいな。ミシシだ、ひょーん。あ、そういうこと。はい、じゃあ、そちら側の、誰か言っていいですか。今度逆の、はい、あきらくんパッターンで、高野あきらくんが。はい、お願いします。じゃあ、ラジオネーム高野さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近、振り入れを始めたのですが、覚えられるか不安です。不安、とにかく不安なので、はい、励ましの一言、キュンキュンするプラス、はい、でお願いします。わかりました。やりやすいじゃないですか、はい、兄貴。兄貴結構やりやすいっす。それはあかんすよ。こういう時わかりやすいのくれるんだよ、アキラくんは。とにかく不安なんです、もう眠れないぐらい。なるほどね。大喜利長橋レーダーがもう止まっちゃったから。安心。じゃあこれ俺から行こうか。うん、これ僕から普通に、うん、これ最初に見た方がいい。最初半ぐらい最初に見た方がいい。なんかすげえ振りやられたんだけど今。やば、いやちょっと岡田やってるわー。こっち見てる、こっち見てる。あ、なんかいろんな視線を
あ、なんかあの T シャツなんかさっきから視線感じるなと思ったらなんかリアルなサイの絵が。いや、いいんだよ、サイの絵が。いいんだよ、俺の今日の T シャツの説明をしなくても目が合うんだけど、なんか早くしてじゃあ、もう俺も次のもう怖いからもう振り待ちなんだけど。それじゃあ、アッキー、じゃあスタートまで3、ちょっと待って、スタートまでちょっと待って安心する一言ね、ゴールはあるのか、安心する一言まで、はい、いきます、3、2、1。全然大丈夫だよ、そんな焦んなくて、僕が一緒に練習するから頑張ろ。いいっすね。いや、いいね、いいね、頂点が出ましたいいっすね、まあ、キュンキュンは分かんないかもしれないけどね。めっちゃキュンしたよ、本当めっちゃキュンした。秀幸くん大丈夫っすか、いきなりこんなハードル上がってハードル上がって、まあ、全然あの俺に合わせる必要はないから僕はただあのこういう模範があるよっていうね、なんか僕たち心配になってきちゃってちょっといやでもあのまさにマサやってるって、ちょっとあのこのサインに聞いとくわT シャツのサイン聞くなじゃあマサの目じゃあ行きましょう。どうしようかな。じゃあはい、行くよ。じゃあ安心する一言まで3、2、1。大丈夫、焦らずゆっくり覚えていこう。シンプル、はい、うん、でも自分のペースでね多分やってくれるんだよマサナミが。そうだね、朝波だと安定のね安心感があるよね、すごい、はい、あります。気づいたらブレイクやってそうだけどね自分の世界入ってる、あのヒデが真顔なんですよねずっとあの正直葛藤してる今どっちにどっちにじゃあ2パターン取ればしかも、いや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 、また1パターンでいきましょう。俺が面白いに聞いてみたら、サイにサイサイ、お前さ、どう思う、あなんかアキラくんさ、フリーあ、ダメダメ、あのちょっと日本語通じなかったサイだから、サイだから、サイかよ、ダメだ、ほんとにサイだったわ。タケ見ることしかできないらしい。あ、で、そうかわいいな、じゃあやばいつけよ、いけるはい、じゃあ安心する一言前、早い、何ちょっとね、はにゃ最後だから俺も緊張しちゃった。じゃあ安心する一言まで3、2、1。あれ、どうしたの、なんか不安そうな顔してるけど大丈夫だよ、今は夜の12時でしょ、明日の集合時間9時だから、あと9時間も練習できる俺と一緒に練習しようぜ。寝るす、寝させない、安心する、きつい、この人きつい、鬼教官いた、いやキュンキュンできたでしょ今の。いや多分顔色さあ、人によるよね9時間も一緒に入れるんだよ、さあ一緒に入れるんだ、寝ないんだ一緒に。いやもちろん俺も、うん、あの秀幸付きです秀幸ね、はい、秀幸って愛がある鬼教官だね。そう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 、大丈夫です、みっちり練習します、ついてってくれるけどね、オールナイト確定ということでいや悩むな。じゃあこちら側も1位決めてもらいましょうか、はい、まあ、どのちなみに休憩7時間です。休憩、ね、7時間あー補填入れやがった。じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう、ずるいな、2時間しかしてないこいつやるよし、決めた、決めました。じゃあ1位はマサナミくんです。あ、俺さー言うな、期待するんだよ、腹立つな、腹立つな、何だそれ、2時なんだよそれ。いや、あのヒデくんもアッキーも良かったよ、もちろん良かった、これは本当に素直に良かったんだ、みじみになってくどんどん俺らが、いや、そういうことそういうことよ、やっぱりね、あのシンプルがいいなって思った。あ、そう、まっすぐ伝えてくれる。でもここのシンプルバトルだったと、シンプルバトル、いやいや俺も入れろよだから最初ちゃんと枠広げても、その最初の枠広げてくれ、最初ね、あのアッキーかマサで悩んでた言っちゃってんよ元々いねえじゃんじゃあヒデくんはユーモア賞っていう別の賞があるから、いや優しい、あ優しいな、今できましたユーモア賞、ギリギリでオブラート包んだね、なんか割とガチ後悔してるもっとちゃんとキュンキュンさせるって言えばよかった。さすがに9時間一緒にいると多分ね無言になると思うまあまあ、あ確かにそういうアドバイス、2人とも多分ね、振りに行き詰まって多分喋んなくなっちゃう、まあ、それは確かに真面目かガチで捉えんな、そこはもう7時間休憩なんじゃん。いやでもね、3人の言葉はね、良かった
よかった。いいよ、もう2人でいいよ、もう2人でいいからもう。すねないで、すねないで、ごめんごめん。あとでケーキ買ってあげようか。あとでお願いします。あとで大福買ってあげるから。それマサナミでいいよ。それお願いします。ちょっと言ってるから。手作りがいいです。わかった。じゃあネバランオンステージでは、フェアリーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。ネバーランド公式サイトのラジオページより各コーナー宛てにお送りください。以上、ネバランオンステージ君だけのリズムでのコーナーでした。ネバーランドセカンドシングル You are Rhythm 12月1日オンセール、ドラッグも収録、皆さんお楽しみに。続いてのコーナーに参ります。こちらも新コーナー、ネバラン診断大解剖。めちゃめちゃいじられるやん。ではコーナーの説明です。未だ見ぬネバーランドの素顔は、ということでメンバーの心を暴くべく心理テストをやっていきます。あら、フェアリーの皆さんからも募集するほか、巷にある面白そうな心理テストもやっていきます。面白そうだ。何その西氏の喋り方なの、それは。いや違う違う、それ西氏バージョン。何それ、面白ひょーん。面白ひょーん。では初回の本日一つ目はこちらです。てれん。秋のシーズンにあなたが食べたいものは次のうちどれですか。お、 A さつまいも、はい、ほくほく。B サンマ、ピチャ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 。まだ海にいたわ今。C クリ、トゲトゲ。あ、まだまだ。 B 松茸、うまうま。松茸に決まった。松茸感想だった。どうですか。松茸に決まった。いいの西氏はないんですか。いいの西氏はないです。今回は残念ないんですか。残念だな。西氏肉。はい、決めたよ俺は。もうみんな決めた。俺も決めた。普通好きなもの。うん、そう、好きなもので。俺も決めた。じゃあまず A さつまいもがいい人。はい。え、さつまいもでしょ普通に。アキだけ、僕だけ。おお。B のサンマがいい人。はい、はい、大人かよ。あ、後期もね、後期秀正波。はい、うん、サンマ、サンマ、サンマうまいんだ。サンマ大根おろしのせて、いや本当に美味しいんですね。うまい。渋。 C 栗の人。はい。おい、ぽい。タケがぽい。栗ご飯マジうまいか。悩んだ俺、悩んだ。悩んだ俺。いやもうね、その辺全部いいのよ。え、D の、松茸がいい人。はい。あら、リーダー高野です。高野のテンションなかった。すねてる。いや松茸でしょ。確か松茸もうまい。松茸あれね、大富豪じゃん松茸食べるの。そうそう、名前にタケ入ってるしね。どっちかというと松茸にした方がいい。松茸、まあ栗派なんで。これ何が分かるんだ。じゃあこれみんな結構バラついてくれて、あのそれぞれあります、うん、ね。あ、そっか、これあのあれか、そう、心理テストか。正解はないからね、ちなみに。わあ、面白い答えですねこれは。まず A さつまいもを選んだあなた。はい、クリアです。あなたの心の奥底には、うん、お金持ちになって贅沢三昧をしてみたいという感覚が強い。あら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 、ちょっとちょっと、あらクリアさん、それ終わり、それだけ。そう、それだけ。いや、まあはい、そうですね。そうですね。贅沢三昧をして。松茸がそれなんじゃなくて、さつまいも意外だよね。なんで言おうかな。いや、まあ、逆みたいな感じだね。ホクホクしてるからじゃん。どういうことやねん。どういうことやねん、ホクホクって。まあまあそうだね、まあ確かにちょっと合ってるわ。まあちょっと信じだかだかたいけどね。ちょっと嫌だけどね。じゃあ B のサンマは、マサナミとヒデと俺は、はい、は、あなたの心の奥底には孤独感や寂しさを埋めたいという願望が潜んでいる。いや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 、まあわかるわ。俺は後期とマサだな。いやでもヒデそうじゃん。ヒデはそうじゃん。一人で寂しさ、寂しさだって昨日なんてね、なんかテレビであのグループ通話いきなりしてきたり。いやいやいや、あれはだって寂しくねえだ。いや違う違う、はい、違う違う違う、普通にサンマだ、サンマ。ヒデくんはまだね。いやいや、だから
で、すごいすごい、鳥肌立った。昨日しかもビデオ通り参加してきたの、あーわさびだ、この3人寂しい組だ。確かにずっと3人でビデオ通してた。確かに僕も最初一緒に入りました一緒に出てきちゃいとかね、すぐ出てった。お金使いたくて出てた。いや、そこ今めっちゃ鳥肌立った。確かにやば、ぐちゃぐちゃってんじゃん。合ってるよ、やばそれ、すごいすごい、めっちゃタイムリーね。まあ埋めたいですね、孤独さんを埋めたいですね。これからもね、埋めていきましょう。3人俺はハグし合って、はい、C の栗を選んだあなた、はい、テイク、はい、あなたの心の底には異性に対する好奇心と様々な人のことを知ってみたいという願望が潜んでいる。なんで栗選んだらそうなんねん、マジでいろんな人に興味があるってこと。そうだね、好奇心旺盛だから、うん、好奇心ね。でも栗美味しいもんね。なるほど、トゲトゲだけはもう中身美味しいもんね。知っとこ美味しいよあれ、みんな皆さん好きですよね。栗ご飯大好き、ね、みんな栗にしよう、みんなで松茸 で最後、松茸を選んだ、高野氏、はい、高野氏は、あなたの心の奥底には、はい、周囲の人からチヤホヤされたいという感じが潜んでいる。そうなのカリーだ。そうです。チヤホヤされたい。いや、まあ、だって、みんな、わかるでしょ、キャーキャー言われた時めちゃめちゃ嬉しくない？まあまあ、もちろん、それは心理テスト知らないからね、その答え。そうだよ、まあそうだよね。いや、もう、チヤホヤしてどんどんして、結果が出たらお願いしてください。いや、チヤホヤ、あの、本当に動揺してんじゃん。フェアリーの皆さん、あの、いいんです、あの、一言だけでいいんです、あの、チヤホヤ、あの、お願いします。チヤホヤ本当に、あの、チヤホヤ、いや、あの、で実際ね、あのスタッフさんとかチヤホヤしてくれるけど、あ、そうなの？そうね、あのいつも、ね、撮影の時とかね、撮影の時とかね、めちゃめちゃ笑ってるけど、さあさ、なんか寂しい？そう、B だった？サンマ？サンマいるんだ。あ、スパイだった俺。だからもうあのね、ぜひ6人ですね、俺以外、俺除いて5人をチヤホヤしてもいいよ。けど、いや、いいんだ。ちょっと2倍ぐらい。お願いします。あきらくん必死。あの自己PR の時に高野キラですって言った時にあのボワーって言ってその、ね、コメント見てますから、あきらしも、そうそうそう、アンコールぐらいの大きさでちょっとチヤホヤしてほしいと思います。今度お願いします。まあフェアリーの皆さんお願いします。ということで、こちらはマガジンハウスさんのアンアンウェブより引用させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では2問目いきましょう。この問題は、あなたの理想の恋愛図が分かる心理テストです。はい、あなたの寝室に置くとしたら次のうちどれがいいですか？ A、 たくさんの観葉植物、 B、 お気に入りのアロマポット、 C、大きな木彫りのオブジェ、 D、 最新式の空気洗浄機。はい、清浄機、いやあちゃん、 D、 最新式の空気清浄機。はい、うん、よく言えました。 OK です、よく言えました。一緒だよ、もうこれタケ1じゃん。あ、 A、 A じゃん。それどれが、わかんないよまだ、寝室か、どれが選んだよ。え、これさ怖いね。じゃあ聞くよ。じゃあ待って、はい、待って、決めた、みんな。うん、まあ勘でもうポンって決めるんで、ね、うん、ポンってね、そうだね、いくよ。 A の人、はーい、はい、タケですね。まあでも植物よね、テーブルの。実際あの北向きだから火入らないから置けないんだよね、寝室。リアルな話してんじゃん。じゃあ B のお気に入りのアロマポットの人、はい、あー、おしゃれ。いや、そうだと思ったね、俺も思った、もっと。はい、 C の大きな木彫りのオブジェの人、誰もいないですね。あ、いない、うん、あれ、じゃあ D の最新式の空気清浄機の人。はい、いや、あげづらいけどな、なんかそれすごい。その4人ね、なんかこれ普通にね、あったら一番便利っていうか、なんか、うん、ね、あれ一番普通やん。なんか常にさ、あった、なんか新しいっていうか新鮮な空気を、うん、ね、吸いたい、ね、ガチ、あの、なんか上質な睡眠が取れそう、うん、そうそうそう、消去法でこれになった、普通に、うん、オブジェいらん、植物いらん、ポットいらん。ってな、普通にいらない。それやっぱ観葉植物とかさ、起きた時にさ、落とした時に絶対、うん、あー大変だね、うわーってなるじゃん。あ、まあね、そうそう、まあ、そうね、そうだね。で、大きな木彫りのオブジェって何？気になる。何のオブジェだろう、熊とか、うん、あ、竜の柱とか、熊とか竜とか、そうそうそう、強い系、うん、あ、でもあれじゃない、魔除けみたいなのもあるんじゃん。あ、そういう人も、なるほどね、分からんけど、でも誰も選んでないから、そういうことか。はい、じゃあ、はい、答え、答えじゃないけど、
じゃあまず A、 たくさんの観葉植物を選んだあなた、あなたは心遣いのできる人を、はい、あれ恋愛の理想図ですね。うーん、心遣い、そう、観葉植物をたくさん新鮮に置きたいと思ったあなたは心の奥底で癒しを求めています。心身ともに疲れてるのかもしれません。イエスさー、癒してくれる人みたいな、理解者みたいな、らしい、観葉植物は、うん、なんか最近寂しすぎてね、観葉植物に水あげながら喋ってみた、大きくなったねみたいなじゃあ次 B のお気に入りのアロマポットを選んだあなた、コウキ、はい、はい、愛情を注いでくれる人、香りのいいアロマポットを寝室に置きたいあなたは幸せを感じたいようです。最近良いことがなくて気持ちが沈んでるのでしょうか。確かにプラシーボみたいなあの効果だ。本当にめっちゃ確かにだね。おお、当たってる、刺さった刺さったね、アロマポットが。やっぱなんかアロマポットならぬロマンチックだよね。確かに、カタカナ、確かに何のならぬだったか分からない、それならぬ、これもちょっとまあアロマのロマ入ってるから、そう、ロマンチック、ね、アロマ、そうちょっと何言ってるか分かんない。はい、 C のいいオチ、 C の大きな木彫りのオブジェ選んだあなた、いない、うん、まあ、あの、今聞いてる方が選んでるかもしれないんで、うん、その方は胸がドキドキ高鳴る人、大きな木彫りのオブジェを寝室にインパクトを持たせたいあなたは心の中で刺激を求めています、うん、変わり映えのない日々が続いていて退屈しているのかもしれません、だそうです。なるほどね、当たってますか。確か言われてみればなんかそういう、それっぽく聞こえるね。僕たちがその日々変えてあげるよ。うん、次行こう、はい、はい、D の最新式の空気清浄機を選んだあなたたち、はーい、僕まさなみ、一番ガチなんですね、ヒデ、アキラ、アキラ、はい、心がまっすぐで純粋な人、空気清浄機を置いて寝室の空気をリフレッシュしたい、フレッシュしたい、フレッシュに保ちたいあなたは自分の内面も綺麗にしたいと思ってる、だから心がまっすぐで純粋な人が理想の恋愛。なるほど、正解じゃないこれ、間違いない、間違いない、あ、心の中に何かダークな思いを抱えてるのかもしれません。ああ、間違いない、あー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 、けどまあ、あの、それ心の中がダークかを別としてこうね、女の人とか関係なくね、やっぱあの、付き合って、この子付き合っていく人って全員まっすぐな人がいいよね、純粋な人がいいです、うん、ね、いや、これ結構本当に当たってるね、うん、ということで、どうですか、心理テストやってみましたが、まあ、確かにね、言われてみればみたいなね、うん、面白いね、これね、まあ、ダークは抱えてないけど、はい、まあ、ダーク抱えてラッキーとかも当たってたし、いや、全然、何も抱えてないですよ純粋です、僕が、はい、結構当たってたね、いや、でも、どの答えもね、いい条件になってるね、面白いね、いい条件になってるあ、でもどうするなんか結果なんかさ、あの、だから例えば D パあ、D、E、E パターンがあったとするよ、E パターン、はいはいはい、じゃあ E を選んだあなたはなんかソファーでくつろぎながらポテトチップスを食べてる人が、あの、理想の相手ですみたいな、なんかないじゃん、なんかそういう抽象的じゃなかったってことか、そうそうそう、わかりやすかったね、確かにね、でもソファーでポテチ全然食べる俺、うん、映画見ながらいや、その情報はいいのよその情報はいいのよ、いや、いいを選んだ皆さんは僕と付き合いましょうダメです、あ、ちなみに今僕が読んだ問題は文芸春秋さんのクレアウェブより引用させていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。以上、ネバラン診断大解剖のコーナーでした。それではもう一曲いきましょう、今日は表題曲ユアリズムの音源初公開になります。さあ、解禁前の気持ちはどうでしょうか。ドキドキです、めちゃめちゃあれよな、楽しみだね、いや、マジで本当にずっとね、やっとこれがみんなの耳に届く、ね、ということなんで、うん、準備してきたもん、ね、今回のセカンドシングルも絶対自信ある、うん、うん、いや、めちゃめちゃいい曲だから本当に、あ、すごい、ね、さすが、ほんとノリノリでなんか仕事とか行ってほしい、そこね、ね、1日、1億回、あ、めっちゃ聞く、すごい、すごい、1人1億1人1億回聞いてもらいましょうやばいね、じゃ、それでは聞いてください、初解禁になります、ネバーランドセカンドシングルリード曲ユアリズム。負けそうにな
になる。忙しくすぎる日々に恋も仕事も投げやりにはしたくない。強がってから周りでいつも本当はもっとうまくできる。誰かとばかり比べていてはストーリーズ開く夜2時。You don't have to worry 君だけの glory 描ける余裕は the only one。 いつもの笑顔で世界を照らしてありのままの君を見せてほしい。 See just the way you are 声を聞かせて Let it go な全て抱え込まないで。 Nothing stopping us 夢も叶わない恋でも大丈夫いつだって I'll be there for you。 抱えきれない悲しみだって If we hold on together 寄り添い合って。 But it's after the darkest nights 先を越した by your smile 聞いたけのリズムで。ネバーランドプレゼンツネバランオンエア。ネバランオンエア、そろそろエンディングのお時間です。ここでネバーランドからのお知らせです。1、12月1日にセカンドシングルがリリースされます。通常版、限定生産版、特典付き限定生産版の3形態がありますので、ぜひ皆さんお好みを見つけてください。2、12月28日にセカンドショーケースの開催が決定しました。セカンドシングルに先行抽選応募券が封入されていますので、ぜひチェックお願いします。3、ネバーランドオフィシャルグッズとファーストシングルスターティングラインが発売中です。こちらもぜひお見逃しなく。見逃しなく、はい、見逃しなくことですね。皆さん今日はどうでしたか？12回目のラジオってことで、ね、まあ、結構みんな今日日本語がすごかったりして、僕はごめんなさいですね。あの漢字弱すぎて、いや面白かったよ。そうだ、一番楽しかったかもしれないね。まあ、コーナーもね、そう、新コーナーだからね、楽しかったよね。なんだっけ、なんだっけ、オンステージです。オンステージの診断、心理テストだ、心理テストだ、そう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 、心理テストとか初めてやったもんね。いや、意外と楽しいな、心理テスト。楽しい、楽しい、何回やっても飽きないわね。後期の読み方もなんか面白かったし、新しいキャラクター生まれたし、確かにね、そうしくネバラン公式キャラクター、西氏、西氏だひょーん。みんななんか作ろう、キャラクター。あり、あり、あ、どうもありかも、普通に。確かに。ニシシ確定だよ。ニシシ、あ、じゃあ俺も決まったの、あの一瞬で。ダメだよ、あれニシシ。もう無理だよ。もうじゃあイノシシじゃん。まあそうだね。どうも。あ、イノシシの一瞬。行きます。いや違うの考えたんだけどな。挨拶しとく、ニシシで。いやいいよ。できたでしょ。行く。拗ねた。拗ねた。決まっちゃった。マサナミに考えてもらいたかった。ちょっと萎えてんの。拗ねた。可愛いな。各コーナーへのご応募もお待ちしています。ネバーランド公式サイトのラジオページより各コーナー宛てにお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしてます。待ってます、待ってま す。というわけでまた次回お会いしましょう。お相手はせーの、ネバーランドでした。バイバーイ。